皆さん、どうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。ではね、今日もドラゴンクエスト11やっていきましょう。まあでは進めていきましょう。ここね、出たところでね、ちょっとね、イベントが始まったんでね、ちょっとさっつ、素直にもうアプリケーション閉じたわほんまにやって思うな、これ始まったからね、うおいって思ったね、ほんまね。いたか。いや、見当たらん。もう一度、街の中を探すぞ。あの明かりの数、ずいぶん人を出してるからな。ほとぼりが冷めるまで、ネルカダールには近づかない方が良さそうだ。今のうちにこの先にある、ナプガーナ密林を抜けて、石の村へ向かうぞ。石ありますからね、人間は。だから石や石の村っていう感じになったんでしょうね。てか、あ、すまん、ちょっと先にね、腰だけやっておきましょう。まあこういうね、ことはしていいんで、まあ一応縛りね、うまくやってみますよ。道具ね、ここね、ないでしょ、全部消耗アイテム消耗アイテムね、縛ってるんでね。まあそういうね、縛りね、あるんですけど、縛りプレイっていうね、もともと、この、中でね、できるやつがあるんですけど、旅の心やったかな？何か、どこか忘れたけど。ちょっと忘れたけれども。ちょっと忘れたけれどもね。あ、せや、さっき、これ、振っておきますかね。勇者？剣心？おい！ここやばいやろ。勇者ゾーンに入りやすくなる。これちょっと欲しいね。入りやすくなったらね、だいぶね、雑然楽になりますから。まあ、これ欲しいですね。俺の中でね。まあ、今、両的にやっていますんでね。まあ、こちらの方やっていきますか。お、これやるやないの。まあ、次、渾身切りかな。もしやるとしたら。もしくは、こっち行って、分回しかね。じゃあ、こっち側見ていきましょう。しょい。やっぱ、ここはね。あ、ブーメランか、上。なるほど。スリープだからね。回心率上げた方がいいわ。だいぶ楽になる。あ、うまくいったらね。うまくいったら話なんですけどね。うまくいかんかったら、まあ、ショックやね。ショックやね。SH のショックということで。まあやっていきましょう。しょい。ではまあね、行くところがどこかはちょっと分かってないけど、待って、あ、このまますぐやね。まあもうすぐなんでやっていきましょう。でね、3DS 版の方もね、買っちゃいましたよ。さすがにね、あのドット映画に魅力が映ってもて、まあこっちも本当にね、このプレステ4はね、画質がほんまにいいんでね、やつ先入観がすごいんですけど、ドットイでね、楽しむのも一挙かなと思ったんで、ちょっと買っちゃいましたよ。敵はまあ、スルーしていきましょう。こういうのあったらやっていくよ。ちょっと待てー、イエイ魔物の群れ現れた、ベビータイガー。ベビーパンサーやったっけ？神よりの攻撃。いやね、ベビーパンサー、可愛らしいね。やるのが、嫌やけど、ほんまに。いや、いいってやられていったんかな、今。薬草、ああ、使われへんねやな。まあ、まあね、お、夢見のほらもあったんや。けど、捨てないとダメですけどね。あ、ここで拾ったんか。こういうのはね、使えないんですけど、使えないから捨てるか、もしくはね、錬金でもね、いいんですけど、まあ、捨てるようにしましょう。やっぱ出ないとね、捨てるか売るか、どっちかにしましょう。怖っ。まあ行きましょうかね。もう一応ね、前回ね、終わってからまあほとんど何もできなかったんでね、あのイベントがあったから。なのでね、レベル上げの方はできてないんですけど、あれ誰かおる、え、誰よ、まあ特徴も終わって商売をしております。こんなところでお会いしてるも何かの縁、何かがあっていってください。さて、
私は旅の行商人です。どんな御用でしょう。買いに来ましたよ。あ、せや、ちょちょ、売りに来た前にね。あ、じゃあもう売ったんかすまんすまんすまん、ちょっとよう思ったから売っとったわ。なんかこのイレブンのね、金、銅貨やったかな、銀貨、銅貨か、うん、ね、ありまして、それをね、売りました。で、ちょっとね、410ゴールドっていう感じにね、いい感じにしておりますよ。金はね、買わぬだてつく、これね、できないんですよね、利用できんやってるから。まあ、どんがり帽子買っておきましょうかね。よいしょい。おい、ここら辺は買っといてもいいやろうけどね、今はどっちみち使わんからいらないでしょう。まあレベル上げはね、まあ大して進んでいこうかなと思いますよ。まあゲームオーバーになったらした方がいいかなと思うけど、さすがにね。まあ一匹だけ戦いますか。お、バブルスライムやないの。間違えて間違えて、三角押してもうた。いや三角違う、四角か。マタンゴ、バブルスライム、マタンゴやんな。あれ毒だったし。おい、お化けキルコやったか。なるほど。すごい、これ毒なったらね、あと無理なんですよね。ギラ、うわ、ギラか。神、覚えてくれ、何か。いえ、うぃ、ちょ、うわぁ、おい、びっくりしたぁ。やめてー、ちょっとぁ、うわぁ、って思ったわ。引っ越しの子や、そこまで行こう、そこまで行くもん。おぉ、おぉ、逃げろー、逃げろー、神へ、神の毒を消し去りたい。こういうところでないとね、できないんでね。うお、ちょっと危なかったわ。お、キャンプか。ちょうどいい、石の村がある、あってる。いや、まだまだ先だからな。今日ここで休んでいこうぜ。せやね。おお、危ねえ。ちょっとハラハラしたわ、ほんま。もう、パルプンって送るんかな、思ったわ。うん、一つに、うるさん、違うぜ。あれで俺と盗賊やってたんでな。お宝求めて世界中駆け回ってたのが、なんだか懐かしく思えてくるぜ。ん、そういや、デクトの旅の土で見つけたあのお宝、今こそ役に立ちそうだな。なあ、ドラマ、お前にいいものやるよ。今までいろんなお宝を手に入れてきた俺とデクト、とっておきの一品だ。おい、何？その名も不思議な鍛冶台。こいつの上に素材を乗せて、不思議なハンマーで、トンカン叩けばなんとびっくり。金属の剣はもちろんのこと、木のブーメランになんと布の服まで、材質を問わずあらゆる装備が作れちまうんだ。すげえだろ。今ならなんと、99円微妙に値段。遊びに垂らして鍛冶に励むのは柄じゃなくてな。あまり使ってなかったんだけど、あまりなら使い崩せる気がするんだ。ちなみに不思議な鍛冶をするには、作りたい装備の素材と専用のレシピブックが必要なんだ。そうだな、まずはこのレシピブックをお前にやるから、俺の話が終わったら早速作ってみろよ。おーい、ありがとう。お、青銅の剣とナイフか。レシピブックは町にある本棚や宝箱の中、他にも世界中のいろんな場所で手に入るから、あちこち探し回ってみろよ。わかった、そうするわ。うん、作れい。えい、不思議な感じでは手に入れたレシピをもとに、素材から新しい装備品を作り出すことができます。レシピは宝箱や木箱になるから、本棚でしたなどから、素材は最初ポイントなどから手に入りますと、ね、何か作ってみましょう。武器を作る、探検の方を作りましょう。聖なる力、聖なる力バイキルとかなんやな。これ作りましょう。もう量的にね、今装備させてるんで、もう今後もね。お、ま、え、これ剣の頃のあれやんか
もう俺もね、テンちょっとやってたんでね。うん。知ってるんですけど。不思議な舵を叩くで、装備のチキンを鍛え、仕上げるで完成するのが基本の流れです。チキンを叩くと、青いゲージが伸びていきます。緑色の成功ゾーンで止めると、いい結果が期待できるので、狙ってみましょう。その他の基本は作戦の旅の心を見てください。うっす。おー、やーべえ。これ特技やったよな、確かな。今使われんけど。おい。よいしょい。下。下。おらい。うわ、怖え。今やめとくか。うわ。出来がいい。いや、これやったらやばい気がするな。やめとこ。そこまで冒険できひんわ。いや、楽しいね、これね。まあ、こういうことは裏でやっていきますわ、ここはね。まあ、最初やからね、大成功プラス3。てれてて、パルプンテじゃなくて、バイキルト、ついてくれてるらしいな。打ち直しの52個で見えた。あ、これ、天の頃のやつね。それ、そのシステム。来てますね、完全に。素材から装備を作って成功すると、打ち直しの宝珠が手に入ります。必要な数の打ち直しの宝珠であれば、打ち直しで持っている装備品の出来る良さもアップする火事に挑戦できます。失敗しても装備品はなくならず、成功すると、元の装備品よりもプラスの数がアップします。ね。武器作る、片手剣、青銅の剣か。どっちみち、ドラゴンちょっとあかんわな。俺な、ドラゴンってのは俺な。ちなみにドラゴンって嫌ですよね、俺ね。うまくできたか？できたよ。キャンプに行くんだぞ、と。ほう。わかりやした。わかりやしたで、兄貴。兄貴ってデクかよ、俺。進もうだい。よし。成功、作成した者に送られる称号。一発目でやるもんな。すごい、びっくりした俺も。39やって、6しか変わらんかったから。これな。今は無理なんですけどね。49、うわぁ、やば。抜けてるよね。抜けてますね。抜けてなかったらどうしようかな、また。あ？犬がある。どうした？よし。どうしたの？どうしたのかな？ちょっと気に。銅の鉱石やと？うおい。消耗品もね、使えなかったらいいんでね。今後は、残しておきましょうかね、やっぱ。あれなんでね、使うはみになる可能性が大なんでね、やっぱね。使えないってだけでね、まあ、そのアイテムのね、どこや、ここから入れんの、ちょっとわからんかった。同化しとってわからんかったわ。俺の目同化してるわ、ほんま。おい、小さな鱗。銅の鉱石。いいね。おい。宝箱。鱗で作ろう。鎌倉幕府。いや、鎌倉幕府。さて、こっちはどんなレシピかな。いや、かなり古い本のようだ。違うんかい。レシピか、またはよし、じゃあちょっと鱗で作ろう。鎌倉幕府をちょっとね。家事をして、ちょっと作っていけたら嬉しいね。防具作る。盾はいらんな。え、盾装備できるよ、もしかして、あいつ。神、できんよな。おー、5上がるやないの。いやー、じゃあ今回これあってね、まあ、ところどころカットしつつ作戦は、まあやっていきましょうかね。うおー、めっちゃあるやないかい。長いところを先にやっとかんとな。
ったらヤバそうな予感するな。やめとくか。間違えた。よし、これでプラス1ぐらいできたら嬉しいかな。成功。プラス2、お、あれでプラス2できるんや。へぇ。ありがとう。じゃあちょいっと革の鎧を鱗の鎧に変えていこう。やったー、わーい。あ、ん、冒険を再開しますか。しますよ。さて行く場所はデルカダール地方。どっちから来たんや。あ、こっちだって言えますね。あ、デルカダル地方って乗ってる方が、医師の、ところに通じてるんですよね。これはひで、足がめっちゃめちゃに壊れてるぞ。これじゃあ、とても渡れそうにねえな。仕方ない、他に向こうに、側に行く方法がないから、この辺りで探してみようぜ。なるほど。この中には入られへんと。ああ、あの先か。なるほどな。あっちに行かなあかんのか。くそ。魔物と立川ファミリーになりそうな予感がするわ。この先で何が起こるかなんとなくわかるわ。お、何これ、なんかすんごい綺麗なドラゴンの手の技が反応してるようだ。手をかざしてみますか。見ましょう。お、何これ、おーい、カッコンカココン気を切るべ、わらわきこり森の恋人、はぁ、よっちゃれよっちゃれよ。めっちゃ田舎者のおじいさんいますね。なに、昨日の明日まで帰りの足が真っ二つ、また一から寝られの足だ。誰だべや、こんなひどいことするやつは。じゃじゃーん、それはこの俺、いたずらデビル。出てくるんかよ。せっかく壊した足を乗せれてたまるかい。くれでもくれ、いたずら変身ビーム。変身されちゃ、させられちゃったわ。ひょいちょっとごめん。イントネーションちょっとおかしなっていこうだな。え、こいつ、え、うん、けっけっけ、いたずら大成功、キコリを犬にしてやったぞ。おいらやっぱり天才かもね。さあ、ちょっと、次はどんないたずらをしよっかな。で、あの中に入っていったのかな。え、宝箱がある。ん、そういや、この宝箱は空っぽだったな。しみしみ。それじゃあ、お次はこの宝箱に隠れて、なるほど。あそこに行って宝箱を開けて、やれっつうことだ。今の光景は一体なんだ？ドラゴン、お前この光の根っこに何かしてるのか？くーん。でもまあ、こいつがキコリアってことは分かったね。マジか、このワンコロがキコリのおっさんだってのか？やれやれ、牢を出てからおかしなことばかり起き上がる。勇士様との旅は退屈しそうにねえぜ。まあ、どの道恥が治らなきゃ、俺たちはこの森から出られないか。さっきの光景は本当ならこのワンコロが橋を直せるキコリなのかもしれねえ。魔物の入った宝箱を探して確かめてみないか。まずは来た道を戻って怪しいところを調べてみようぜ。え、戻らなあかん？そう、え、あ、そういうパターンなんや。あ、そういうパティになるね。今回初めて、ね、こういうのあったから びっくりしたけど、そういうゲームなのか。過去を見て、過去を見る力が彼にはあって、主人公にはね。それで、その、過去を変えるために、今ある脅威をさらうと。そういうことか。あそこへね、行きましょう。よし、全開やね。もう行けるやろなら。
これ、クラ取ったらね、ザクスにやってクラ取ったらやばかったやろけど、こいつやな。強すぎ眠ってくれてた。キキキキ、来たな来たな。じゃじゃーん、じゃ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 ーん。さんじゃお、俺がいたずらデビル。はぁー。で、うけー、リアクションが悪いな。ならこれでびっくりさせてやる。行くぞめっちゃく。おいおい、どうした？それで俺がまたびっくりさせてくれよ。なんだと？生意気な奴らめ。なら今度は俺の強さでビビらせてやる。行くぞマジか。ビビらせてくれるんや。へぇ。へぇ、なんだ。お、ゾーン入ったー。すごい、ありがたいね。武器ガード率が大幅に上がる。あー、それやっていくか。もうそういうやつやってくる。でもまあ 2対1やから大丈夫っしょ。ちょっと待って、ホイミやっていくわ。カミュにな、ちょっとやばい。おお、やべ、どっちもなったで。いいね。攻撃。よいしょ。お、もうそろそろいけそうやな。シャドウアタックじゃい。これで終わらせてやろう。カミゴー連携、シャドウアタック。神かっこいい。何？生きてる、生きてる、生きてるやと。生きてるやと。あーす。神やってもうた。しょうがないか。いたずらデビルやっつけた。うん、ありがとう。102ポイント。いいね。なんてこった。パンダこった。おいらの方がぶったまげた。ぶったまげて、あの世行ってもうた。おーい、おーい。旅人さん方。お、まさかあんた、あのワンコロか。ワンじゃないちょっとワンで。おう、俺は一人の満腹。あんたらのおかげで人間さ戻れただ。いやー、ありがとうなんて言葉だけじゃ終わらな気が済まねえだよ。何か俺に手伝えることはねえかこんな感じやろな。うん、手伝えることが、ああ、あるぜ。あの魔物が壊しちまった橋を早いところ修理してもらいたいんだ。それなら、怪しい声だべ。橋の修理さ、終わるまで、俺の声で休んでいくといいねや。ありがとな、聞こえのおっさん。ほんじゃ、奥手間に甘えるとするか。そうなんですけど、ちょっとね、家の中ちょっと荒らしましたよ。すいませんね。いやいや、お待たせして、すまんかったら。壊れた橋は、俺がバッチリ直したぞ。前の何倍も丈夫にしてやったべ。おぉ。うわ、結構、すごいね。結構、綺麗に整備されたね。おぉ、仕事が早いじゃねえか。お声で助かったぜ。何せも、そこの兄ちゃんが昨日に近づいたら、俺が犬になるのが見えたって、あの話だがよ。ありゃよく考えたら、命の大事の導きに間違いねえべ。命の大事の導き？んだ？大事の導きは、俺が子供の頃から今は亡き爺様から聞かされてただ。世界の真ん中に浮いている大きな木、ありゃ命の大事さ、いうもんだ。その葉っぱの一枚一枚に全ての生き物の命を宿し、世界の調和を戻す。保つと言われる神木だな。おー、神木なのか。ああ、これな。そしてこの森にある輝きの木の根、あれは世界中に張り巡らされた大事の根っこが顔を出したもんなんだ。なるほどね、そういうもんやったんね。そしてあの根は選ばれし者だけに大事の意思を伝える。ただの木さんはその不思議な奇跡を大事の導き、そう呼んでいただ。だははは、俺がいくらでこういうふうに話しかけても何も来なかった。兄様の腹話だって今の今まで忘れていたぐらいだべ。
いや、そうなんや。兄ちゃん、あんた、今ちゃんの恋人に愛されてんだな。髪の毛もサラサラだし、羨ましい限りだべ。そういうこと、そういうところ見てるんや、こいつ。勇士様は命の大事に愛されし者ってわけか。まあいいや、さっさと行こうぜ、ドラゴン。お、行きましょう。これ最初さ、不条死ゲーやねん。思ったけど。お、雨降ってきたわ。え、あれ戻ってきてるし。え、あれあ、行ってない？え？あ、あ、治ったからこいつが先に来たんか。びっくりしたわ。はいはい。どっちみち買わんけどな。あ、ここら辺買っとくか。あ、持っとるわ。いらんわね。持ってないやつやったらちょっと欲しいかな思ったけど。肉まで買ってくんだよ。オッケー、ありがとう。よし、じゃあ、さきさき進めていきましょう。出る方ある、超やめてー、超やめてー、お前。怖いね、お前は。これは、生きてる虫もうこの辺が天気がどうなるか教えるもん。喋れんのは、ちょ、怖い。ちょっと焦ったわ。この辺りは明日いっぱい絶対雨が続くもん。明日にあれば、天気が変わるかも。なんとも好きな話だ。別の場所でまた後ろにかけたら話しかけてみよう。やべえ、ちょっと俺を笑かすのやべえ。よし、じゃあまあ先々進んでいこうか。ここら辺なレベル上げもしたけどな、まあそこら辺も知らないわな。まあレベルも結構上がってるしな、今8なんでね。うん、いけるでしょ。まあ根拠はないけど、まあ縛りプレイしてますけどね俺。うん、そういや、馬の鈴どこにあんねやろ。今ふと思ったけど、まあこうやって話しながらできますからいいんやけど、どこにあんねやろね。ちょっと見れてないんやろね。お、みんな平和に来てますね。よかったよかった。エマ、帰ってきたよ。兄ちゃん、見ない顔だな。旅の人かい？ここは石の村だ。石の村、何もないところだが、ゆっくりしていくといいさ。分かってんだ。お兄ちゃん、面白いじゃん。え？え？いや。え？どういうこと？え？旅の方って言われてる。え、なんで？なんで？どうぞごゆっくりと言いたいところだ。今後の村に宿はないんだ。しかし、親切なベルラさんなら、家に泊めてくれるかもしれないぞ。東の高台にある家を訪ねてみるといい。え、どういうこと？もしかして何か過去にあったとか？記憶消された感じ？こいつの勇者の。なんかが、自宅って載ってるわ。自宅って載ってるわ。な。まあ、行きましょうかね。うん、お帰りなさい、ドラゴン。お前の好きなシチューがもうすぐ出来上がるよ。お腹すいたし、ソフサー早くテーブルに。いい！あんた誰なんだい？うん、ペロに伝えた。何言ってんだい。うちの子はまだ6歳だよ。お前さん、私をバカにしてるのかい。さあ、とっとと出て行っておくれ。そうないと人を呼ぶよ。え？まさか、10年前にタイムスリップした？え、どうなってんのこれ。まあ、このまま進めていきましょう。私のスカーフ。
どうやら少女のスカーフが、スカーフを取ってあげますか？え、それはいやろ。ありがとう、お兄ちゃん。私、エマっていうの。お兄ちゃんは？ドラゴン？あ、わかったわ。兄ちゃん、ドラゴンを探してるのね。ドラゴンなら、おじいちゃんのとこにいるはずだわ。こっちよ。ん？ん？俺の中に、ハテナハテナハテナの文字が、マークが、もうすんごいあるんやけど。え、どこって？乗ってないんですけど？テオおじいさん、エマについていこう。え？エマどこ行った？エマについていこう。え？どこ行った？エマ。おーい、エマー、どこだー？どこにいる、エマー？どこにいる、エマー？エマ、エマー。マジでわからん。こういうの言うてる場合ちゃうわ。ちょっとやめて、ほんま。やばいわ。うん。どこに読んだかわからん。見失った。今は見失った。俺は、今は見失ったようだ。やべえ。うん、やべえ。マジでわからんぞ。え？マジでどこ？あ、おったこっちやったのか。そりゃわからんわ。まあ今回ね、テオティさんのとこ行って終わりましょうかね。過去の自分を見て。過去の自分を見て。ちょっと言い方おかしいかな。合ってるか一応。うおー、おるわ。え？ねえおじいちゃん、はしご知らない？はしご。今のスカーフは木の上に飛ばされたんだ。わかったわかった、待ってよりよ。今行くでな。おや？ドラゴン、はしごなら大丈夫よ。あのお兄ちゃんがスカーフを取ってくれたから。それでね、あのお兄ちゃん、あなたに会いに来たんだって、知ってる人？うん、うん、知らないよ。うん、あの青年には、わしに用があるよ。ドラゴンと今は向こうで遊んでなさい。はーい。おー、このじいさんは何が起こってるか分かってるっぽい。さっきと。お前さんもドラゴンじゃな。はい。あは、そうじゃろうな。赤ん坊の頃から面倒見てきたんじゃ。わしには分かるわい。そんな辛そうな顔して一体何があったと言うんじゃ。わしに話してみなさい。ドラゴンは手の言いつけを守って西の群れを出た後、自分の身に何が起きたのか手に話した。なるほど。どうやら、お前さんも足がいなくなった後の未来からやってきたようじゃな。頼りにしていた、デルカダローに裏切られたというか、茶色をさせてしまったの。デルカダローが、頼りにならないと分かった以上、お前さんには包み隠さず全てを伝えた方が良さそうじゃ。だが、こうして話してる時間はあまりなさそうじゃな。よいか、聞くんじゃぞ。村を出て東に向かったところに、石の大滝があるじゃろ。戻ったらそこにある三角岩の前を掘ってみなさい。東にある石の大滝、そこの三角岩ぜぞ。おう、わかりました。しかし大きくなったのう。これほど立派になったドラゴンを見ることができましょうか。本物じゃ。ドラゴンには人を恨んじゃいけないよ。わしはお前の人生幸せじゃった。マヌーサかけられてた感じ？マヌーサっていう感じかな。混乱させられとった俺。あ、あるよね。ちょっと、焦ったわ。ではまあ、今回はね、ここら辺で終わって、まあ、次回ね、その、岩の方行きましょうかね。エマたちに会いに行こう。ああ、それやらなあかん、先。まあ、今回はこれで終わりましょうね。
やっぱり。それではご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。他にもゲームタイトル矛盾縛り、Twitter の方では様々なことを企画としてたちでやっておりますので、フォローお願いします。あと、概要欄のところに、アーから O までのパートへの動画を集めた再生リストの URL と、ゲームタイトル矛盾縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。